本当に今日来てくれて本当にありがとうございます。俺らが仙台のポンポティスよろしくね。マジで嬉しいよ。荒巻き、俺ら荒巻き出てるんですよ。荒巻き出てるんですよ。公認のもう7、8年前ですよ。公認の頃、あのソンソン弁当箱のボーカルの梶賀哲平と2人でね、荒巻き行ったのが初めてで、それがあのこのオールスタンディングのこうぎゅうぎゅうな感じのライブ初めてで、もう圧迫やばいし、頭の上人が流れてきて、もうわけわかんないまま終わったんですけど、あの多分そこで僕のあの価値観みたいな人生がガラッと変わった瞬間が、その7年前の荒巻きロックフェスティバルで、今そのステージに立って歌を歌ってるんです。あの僕らの力だけならやった、あなたたちの、今日初めて見てくれた人たちのです、あなたたちのおかげで俺らは今ここで歌ってます。本当にありがとうございました。あの頃ハイスクールスチューデント、そっから何か変わった、人の人生を大きく変えてしまうほどのでかい衝撃、それを何ていうか知ってますか。それ多分ね、僕はロックンロールって言うんだと思います。ロックンロールに愛を込めて、俺たちまだまだやれるぞ、まだまだやろうぜ、エイトビート。最後にもう一度踊ってから、心臓のラストパート、こっから先へ進めるぜ、まだ叩く止めるよって俺のことを振り出させてんだ、ラボンクが打ち鳴らした圧倒的ビジュー届けに、めちゃくちゃでも構わねえ、だってそろーかっこいいね、僕の格好に込んだ
曲しかねえんだよ。未来、また来年も会いますよ。俺らはあなたたちをカウントから始めるよ。未来で待っている。感じたそういう趣味ではない、こいつは例外なんかじゃない。周りはきっと許さない、自分でもきっと許さない。
あっち。最高。これ見てたね。楽しかった。楽しかったよ。また出れるかな。出たいね。いやよかったよ、オケレケマジで。やったったもん。何もなかったね。俺のカジカ君のさ、オケレケのその予備のギターのさ、